イトルホルダー、ええやんええやん。結果動画、前回の皐月賞の時は当日の夜に公開しましたが、あれめっちゃ疲れたんで翌日以降に動画を作ることにしております。ただでさえ5月は毎週 G1 あるんで。というわけで天皇賞春の結果です。人気どころの決着全く荒れませんでしたわね。馬場状態もやや重までだったんで馬券買うか悩んだんですが、いろいろあって三連服と三連単を買って普通に外しました。やばいと思ったが購入欲を抑えられなかった。そしたら逮捕が見事に逃げ切りましたね。タフな馬場ではあったんですが、もう少し馬場状態が悪化してほしかったですわ。他に逃げるのがいなくてすんなり先頭に行けたり、展開的には逮捕有利に向いたのもあったんですが、それでも7馬身差つけての圧勝なんで、これ本格的な道割れでも普通に勝てたんじゃねとも思いますが、この世代は化け物揃いやな。ほんま軸にしたディープボンドくんは2着、連帯は外さねえだろうなと思ってたんで、それはそう、なかなか G1 勝ちきれないわね。この子3着帝王ロイヤルはようやっとる。58キロは重いやろなぁと軽視してたらがっつり3着確保しましたわ。ここ5走馬券外してないのええやん。今後が楽しみやん。ええやんええやん。5着のアイアンバローズくんはもうちょっと位置が前だったらわからんかったわね。ちなみに予想動画で買いません宣言した馬券なんですが、買ってたら的中して5000円買ってましたね。買わんかったら来るし、買ったら来ません。とはいえ3連単で万馬券にもならないのはね、買いたくないですね。今回は買わないのが正解でしたわ。なおスタート直後に落馬したシルバーソニック川田騎手のコンビですが、人馬ともに無事ということでとりあえずは安心。ゴールした後で拉致に向かって飛び込んでて、そのまま倒れて動いてなかったんでかなりヒヤッとしましたね。以上、天皇賞春の結果でした。今週は NHK マイルカップ G1 が開催されるんで、天皇賞の負けをキングエルメスくんに取り返してもらおうと思っています。それでは皆さんごきげんよう。